あなた方のうちに誰一人髪の毛一本を落ちるものはないという、すごいですね。愛する皆さん、自分は力がない、自分の存在なんてのは会社においても家庭の中ですらもあんまり影響力を人に与えない、思うかもしれません。いえ、そうでないですよ。私たちがクリスチャンとして主の前に真実に信仰に立っているときに、私たちが萎縮するとしないとのかかわらず、私の周辺にいる人たちに祝福を及ぼすんです。あなた方のうち誰一人として命を失うものはない、髪の毛一本すら落ちるものはないんだと、先ほどちょっと申し上げましたけれども、アブラハムがそうでしょう。アブラハムが神様に選ばれた時に、神様に祝福された時にこう言って、私はあなたを全ての人々の祝福のもといとすると、全世界の人々がアブラハムを通して祝福されていくんだというんです。クリスチャンである私たちの存在も私はそうだと思う。自分のことを過小評価して、私はもうどうせダメなんだ、小さいものなんだ、力がないものなんだ、影響力なんか人に与えることができるものじゃないんだと私たちは思いがちなんですけれども、そうではない。そういうものを超えて神の御業がなされている。パウロは言いました。望み得ない時に望み抱いて信じる、これが信仰です。ヘブル人の手紙の11章の一節、大変有名なお言葉ですので、どうぞお開きになっていただきたいと思うんですが、ヘブル人の手紙の11章の一節に、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものだ。目に見えたものを信じてそうしていこうとするならば、それはもう信仰ではありません。計算です。合理的です。そして考えられるところ、人間の考えるところは当然そういうものでことが判断されてきます。彼らたちが最初あの良い港というところでもって考えたのは、ここは冬を過ごすのにはふさわしくない、寒いから、もうちょっと西の方に行きますならば、そこには冬を過ごすのにいい、この港があるす、同じクレテでもそう違うんだからそっちで行こうと、もう一つは南風が吹いてきた、それがいい。人間は何かをやるときに合理的にものを考えようとするときに、いろんな材料を集めます。そしてその材料は自分にとって都合が良い材料ばっかりを集めるんです。そうしてそれを並べて、そうしてこういうような結論に出すというのが、そういう考え方ですね。その時に悪い材料は考えません。良い材料だけ考えて、こうだからこういう結論に至ったとします。しかしながら神様の御心は必ずしもそうとは限りません。私がたとえ目に見えないような月に、目に見えたところではない、目に見えないようなところにおいても、なお私たちはそこを信じて信仰を持って、そこのところを確信していくときに、神の業はそこになされていくということをヘブル人の手紙の第11章において言っています。今ヘブル人の手紙をもし皆さんお開きになっていらっしゃるといたしますならば、もう少しヘブル人の手紙のところを見ていただきたい。今度は3章の6節にこういう言葉が書いてありますね。もし私たちが確信と希望により誇りと終わりまでしっかりと保ち続けるならば、私たちは神の家だという、神の家族だという、同じヘブル人の3章の14節にも、最初の確信を終わりまでしっかりと保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのだと書いてあります。信仰とは目に見えたところで判断するではない。たとえ目に見えないようなところであっても、あるいは絶望と目に見えるところがあったといたしましても、なおそのようなところにでも望みを抱いて信じていくということが大切なことなんだということを、ここでは知ることができます。私たちの人生の中にも
太陽も星も明るい日が続くような日々があるとしたとしても、なおそこでイエス様を信じて、イエス様という光を見上げ続けて行こうではありませんか。パウロが乗った船は嵐のために、彼らは自分たちがどこにいるか見失ってしまいました。自分の位置測定不能という状況の中にありました。しかし、その中でパウロは信仰によって神から与える確かな羅針盤を持っていました。信仰による羅針盤ですね。それが望みを得ない時にも望みを得たって信ずる信仰という羅針盤だった。最後に詩編をちょっと開いていただきたいと思うんですが、旧約聖書の1017ページになると思いますけれども、詩編の107編、23節からちょっとお読みします。1017ページですね、旧約聖書のね、107編の23節。船に乗って海に出る者、大海で商いする者、彼らは主の御業を見、深い海でその苦しい技を見た。主が命じて嵐を起こすと、風が波を高くした。彼らは天に昇り、深みに下り、その魂は惨めにも溶け去った。彼らは酔った人のようによろめき、ふらついて分別が乱れた。この苦しみの時、彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から連れ出された。主が嵐を沈めると波は泣いた。波は泣いたので彼らは喜んだ。そうして主は彼らをその望む港に導かれたという言葉があります。まさしくこの使徒行伝の27章を読んでる、重ねて読むとですね、ああと言ってうなずくことができるようなところがありますね。ヨハネにいる福音書を開いてください。10章新約聖書です。今度は新約聖書の199ページですね。ヨハネにいる福音書の第10章、ヨハネによる福音書の第10章の28節と29節を見ます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。今朝皆さんに申し上げたいことは、その最後のところ、誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私の信仰の試練、嵐、もう本当に絶望と思えるような状況の中でも、私たちが本当に神の御心を信じて疑わない、そう神に信頼を持ち続けていくときに、神様は私たちを、神様の手から私を奪い去る者は誰もいないんだ、私の信仰を損なう者は誰もいないんだ、信仰の破線ということもありますが、そのような破線に遭うことはない。なぜならば神様は私たちを必ず救いに導いてくださると、その信仰に立ち続けていく。このところにまだ誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。ありますね。もう一度使徒行伝の27章の一番最後の節を読んで終わりたいと思いますが、ここに27章の一番最後の結論ね、こう書いてある。こうして、最後のところです。こうして彼らは皆無事に陸に上がった。こうして彼らは皆無事に陸に上がった。
まあ、結果どうだったかというと、マルタという島にたどり着いたということ。皆さん後で地図で調べてみますとね、分かりますけれども、クレテというところはちょっとまだ近いところにありますけれどもね、そこからですね、マルタまでは結構遠いんですよ。14日もかかったの、翻弄されて14日もかかったって言うんですから、結構遠い。それはもうシシリ島のすぐ近く、ローマのすぐ近くまで。彼たちはもう本当にわけわからぬうちにそこまで行っちゃったんですね。でもね、そこに神様の摂理があるんです。こうして彼らは皆無事に陸に上がった。こうして彼らは、私たちも絶望の嵐の中で信仰を抱いて苦しむことがあるかもしれません。でもですよ、神様を信じて、たとえ望みいない時にもなお信じていく、その信仰に立った時に、やがて私たちは御国の岸に全員たどり着くことができると。その岸にたどり着くことができる、平安という岸辺にたどり着くことができる、信仰の平安、岸辺にたどり着くことができる。こうして彼らは岸辺にみんな無事に陸に上がったと書いてある。私たちの信仰の、もちろん私たちはそのためにいろんな警告を受けなければならないものもあるでしょう。でも私たちはどんな時でも望み得ない時になお望んで信仰に助けていきたいと思います。どうぞ皆さんで一緒にですね、修法に書いてあるローマ人の手紙4章の18節の言葉を読んで終わりにしましょう。はい。彼は望みいない時に望みを抱いて信じました。そうですね、彼は望みいない時に望みを抱いて信じました。私たちも同じです。どんな試練があっても、どんな戦いがあっても、どんな暗黒があっても、もうトンネルの中に入って出口が見えないというような時にあっても、嵐に翻弄される小舟のような自分の存在であったといたしましても、なおそんな時でも望み得ない時に望み抱いて信ずる、この信仰へと、このような信仰へと立たせていただきたいものだと思います。お祈りいたします。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。愛する天の地なる神様、1年間ここまで歩みを進めることができましたこと感謝をいたします。この春には私たちの国では本当に人々の心を侵害するような大きな、震撼するような大きな事件、天災、災害がありました。本当に遠くの人ばかりではなくて、そのことのために私たちもみんな心を痛めておりました。私たちの力ではどうにもならないような力が私たちに襲ってくるということを、私たちは目の当たりに見させていただいている次第です。そして時には私のそれは信仰という世界においても大きな嵐となって私たちに波を押し寄せてくることもありますでしょう。けれども主よ、そんな時でも私たちはどんな時でも主を信頼し、主に目を上げ、そして主こそ私たちの主であると心から信仰を持って主に従っていくことができますように、なお私たちを支え導いてください。彼は望みない時に望みを抱いて信じました。どうぞこのような信仰がまたお互いの信仰で荒らしていくことができますように、あなたを仰ぎつつ尊い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。